どうも、錬金術チャンネルのアルキミスタです。 JQ セゾンゴールドカードがとんでもない解約を発表しました。なんと、ダイワコネクト証券のクレカ積み立てで唯一ポイントがもらえていた JQ セゾンがなんとコネクト対象外と発表してしまいました。それがこちら、 JR キューポの加算対象が変更となります。ついにバレてしまいましたね、この裏技。2024年11月1日以降、以下のご利用は JR キューポの加算対象外となります。ダイワコネクト証券、楽天エディチャージ、ナナコチャージ、まあ楽天エディに使う人はねあんまりいなかったとは思うんですけれども、いやー、ダイワコネクト証券塞がれてしまいました。いや、これはめちゃくちゃしんどいですね。で、やっぱりダイワコネクトでねクレカ積み立てができる最大のメリットっていうのは、やっぱりですね、コネクト自体が即売りを封鎖している中突破することができたんですよ。コネクトってちょっとポイント申請が算出方法特殊でございまして、他の楽天証券とか SBI 証券であれば購入金額に応じてポイントが付与されるっていう仕組みなんですけれども、コネクトの場合は1ヶ月後の残高に応じてポイントが付与されるという仕組みになっております。なので10万円積み立てて購入したとしても、即売りをして10万円分売却しちゃいましたと言ったら0円にポイントが加算されるという仕組みになりますので、もらえるポイントは0というわけになります。で、10万円投資しました、4万円売却しました、残りは6万円ですってなったら、6万円のところにねポイント付与の計算がされるということで、即売りがねちょっと難しい証券会社ではあったんですよね。これがですね、今年の新ニーサが始まるタイミングで解約がね行われましたが、ただね、これを乗り越えられるクレジットカードがいました。それがJQ セゾンでございます。こちらだけ唯一セゾンカードなんですけれども、ポイント付与対象外を逃れることができていた。だから即売りをしても、このようにね下の方に、記載がございます通りポイントが付与されております。そう、500ポイントね私毎月もらっているんですけれども、これはねダイワコネクト証券の即売りでいただいたポイントとなっております。で、なぜこの JQ セゾンゴールド、まあ JQ セゾンノーマルでもいいんですけれども、なぜこれらのカードはポイント付与の対象外にならないのか、なぜ即売りをしてもポイントが付与されるのかと言いますと、これはあくまで憶測ではあるんですけれども、付与されるポイントというのが永久不滅ポイントではないからなのではないかなと言われております。あくまで先ほどのこの計算方式っていうのは、対象はこのよく読みますとクレカ積み立てのご利用金額に応じて申請しています永久不滅ポイントの付与ルールについてなんですよ。そう、永久不滅ポイントの付与ルールなんで、このカードってJR キューポの場合ですと JR キューポポイントっていうのが貯まります。なので永久不滅ポイントのルールの対象外になるということで、しばらくねこの裏技っていうのが使えていたんですよね。で、しかも毎月10万円即売りができるということで、結構ねポイントもまあこんな風に500ポイントずつもらえていたんで、そう、ちょっとねあのボタンタップするだけで500円もらえるっていう、まあ嬉しいポイ活ではあったんですよね。てなわけで、この JQ セゾンゴールドカードっていうのがものすごく活躍をしていました。で、しかもですね、この JR キューポっていうのは年会費が一応ね1万1000円かかるんですけれども、50万円以上使ったら翌年以降の年会費がね平年無料になりますよっていう特典があるということで、年間50万円以上っていうのがね結構これハードルが低いんですよね。この他社クレカでいうと三井住友カードゴールドナンバーレスなんかは、これ100万円使わないと
永年無料にならないっていうのに対して、こっち50万円で済んでしまうんですよね。まあただ1万1000円ってちょっと高いんですけれども、まあこれですね、一応インビテーションという招待枠というのもありますので、ノーマルカードから JR キューポ発行して、んでまあコネクト証券で積み立てを継続して、でインビテーションもらうと年会費が永年無料の状態で始めることができますので、私はねこっちの方法を使ったんで、まあ、1円たりとも年会費払っていないんですけれども、まあいいポイント製造となってくれたクレカでございました。でしかもこれ大和コネクト証券と相性がいい特徴っていうのは、このポイント付与の対象外にならないというところのみでなく、こっちもあるんですよね。100万円修行も可能をというところでございます。これね、さっき紹介した三井住友カードのゴールドナンバーレスですと SBI 証券でクレカ積み立てができるんですが、ただあっちはクレカ積み立ては100万円のカウントにならないんですよね。ただこっちの JR キューポで大和コネクト証券使うと、なんとですね、こんな風に対象になるんですよ。まあこんな風にって言ってもちょっと分かりづらいとは思いますが、一応これですね、私は大和コネクト以外だとほぼ使った記憶ない、5万円ぐらいちょっと使ったかなっていう程度で、結局このカードも2月からまあ始めましたし、でそっからずっとね、ちょうど7ヶ月ぐらいが今のところ経過しておりますので、まあこんな風に現在のご利用金額が、749,158円となっておりますが、私はね、このうちの70万円分はクレカ積み立てでがっつりと稼がせていただきました。まあ残りね、一応25万円分あるっちゃあるんですけれども、まあ一応ねこれがまあ90、まああと8月分もまだカウントされてないのかな、まあこれでとりあえずね、達成しちゃおうかなっていう風に考えております。だからね、100万円修行って言っておきながら、クレカ積み立ての即売りやるだけで月10万円投資したと仮定して、これを1年継続するとすぐ終わっちゃうんですよね。そう、すぐ終わっちゃうって、これ結構すごいですよね。いや普通にこれはなかなかちょっとえげつないシステムだなっていう風に思っております。でただですね、今後はこのコネクトのね裏技が使えなくなってしまうということで、まあ一応これがね、11月1日以降となっているんで、逆に言えば10月まではこれ OK なんですよね。だからとりあえず9月、10月はもう必ず JR キューポが貯まります JQ セゾンゴールドカードないしは JQ セゾンカードでクレカ積み立てをやっておきましょうとね。こうすることで一応100万円修行がねカウントになりますので、まあこのね集計の途中まではとりあえずクレカ積み立てでなんとか稼ぐことできるから、まあ、11月以降はちょっと別の方法考えないといけないんですけれども、まあとりあえずねこの方法でいいのかなっていうふうに思いますと。であとはね、11月以降どうするかっていうと、私が考えるのは一応2択とは言ったんですけど、個人的には4択あります。あとのね、もう2択は、後に紹介するんですけど、一応やるんだったら、積み立てNISAを、大和コネクト証券で作ってしまうか、もう、そもそもクレカ積み立てをやめちゃうかっていう、この2択になるかなと思います。で、よく思いつきがちなのが、おそらく特定口座で運用するっていう方法とか、あとこれもですね、一応1ヶ月保有すればポイントがね満額もらえるんで、じゃあ1ヶ月持てばいいじゃんっていうね、このこういった考えもあるかなと思うんですけど、まあこれはこれでもちろんいいんですけど、私としてはやっぱりね、新NISAっていう制度がまあ非常に拡充されましたと。年間で360万円も投資できます。今までは40万円しか投資ができなかったのにねっていう、こんないい制度があるのであれば、私としては他のクレカ積み立てはもう即売りとかをしてしまって、でそれで得た利益、現金とかを使って、現金なりポイントなりを全部新NISAにぶち込んでしまった方が、まあ税制面としてもね非常に素晴らしいし、特定口座でねまあ運用するんだったら、正直ね新NISAがもう満額になっちゃいました、でもやっぱり投資を続けたいですっていう時じゃないと僕は使わない方がいいんじゃないかなって思ってます。であと1ヶ月以上ね
保有する方法についてなんですけれども、まあ皆さんね、8月の頭に、ねえ、これは何ショックって言われてんかな？まあブラックマンデーを超えるような暴落を食らって投資信託もね、まあ非常にダメージを受けることが分かりましたと。一応即売りの最大のメリットって、やっぱりリスクを極力少数に抑えることができるっていうのが特徴なのであって、1ヶ月も保有するって正直私はリスクだと思ってるんですよね。だからポイントのためにそんなリスクを背負う必要があるかって、結局まあこんなこと言っちゃうのもあれなんですけれども、本当にね、この500ポイントしかもらえないんですよ。で、500ポイントしかもらえないのに500円以上ね、下がってしまうようなリスクを許容するっていうのも、それはどうなのかなっていうことで、一応特定口座で運用するとか、あと1ヶ月保有するっていうのは私としてはなしかなと思います。なのでやるんだったらもうダイワコネクトを新ニーサでやるか、それかもうやらないの2択かなと思います。それこそ11月ってちょうど SBI 証券が解約する時期なんですよね。だから SBI で新ニーサを開設しましたっていう方も多いと思うし、まあこれを機にね、まあコネクトに乗り換える準備をするのもいいかなと思います。ただね、新ニーサはあくまで来年にならないと変えることができないので、まああくまでちょっとね、11、12はちょっとこのままね、現行のまま積み立てることになってしまうんですけれども、まあ1月からはね、このコネクト証券に切り替えるっていうのもいいかなと思うし、まあコネクト自体も割と銘柄は揃ってるんでね、そう、楽天のようになんかね、楽天証券でしか買えない投資とかっていうのはないんだけれども、ただ eMAXIS Slim とかね、 iFree Next とかみんなが積み立ててるような投資っていうのもちゃんとあるから、まあそれだったらね、まあポイ活も兼ねて、まあダイワコネクトに乗り換えるっていうのもありなのかなって私は考えております。ついでにね、私が新ニーサをにするかクレカ積み立てやめるか以外で考えている2択をちょっとね、これはスライドを用意してないんですけど最後に紹介すると、1個目は新ニーサでは扱えないような投資を買う。だからまあちょっとリスク高めの商品にはなっちゃうんだけど、例えば楽天レバナスとか、まあ楽天レバナスは使えないか、iFree Next のレバナスとか、まあそういったね、新ニーサで扱っていないような投資信託っていうのだったら、もう結局それってほぼみんな特定口座か一般口座で、まあ使うっていうか、購入する羽目になるから、まあそれだったらまあ特定で運用してもいいんじゃねえかなって思っている。まあただあんまりおすすめはできない。でもう一個はちょっとこれはですね、私がまだね、ちょっとあんまよく調べられてないっていうところはあるんですけど、即売りを継続する。そう、はって、いやポイントもらえないじゃんって思う方もいると思うんですけど、ポイントは投げ捨てます。投げ捨ててこっちをもらうんですよ。そう、一応クレカ積立ての即売りをやっちゃうとクレジットカード分のポイントはもらえないんですよ。なぜなら買い物をしたっていうことになってないから。ただ買い物実績としては残るんですよ。つまりどういうことかっていうと、この50万円利用、100万円利用っていうのは継続するんですよね。おそらくね。そう、こんな風に、一応カウント、即売りしてもこんな風にカウントされてたから、まあ今後もね、ポイント付与の対象外になっても、カウントされるんじゃないかなって、私はちょっと予想してるんですよね。ちょっとね、まだね、これ問い合わせとかをやっていないから、確たることは言えない。ちょっと一応身をもって実験しようかなとは思ってるんですけれども、まあ、こんな風に、一応集計自体はされるし、で、これボーナスポイントで1万ポイントもらえて 1% 還元分のポイントもらえるんですよね。ただ一方で、こっちの JR キューポが貯まる JQ ゴールド、ん？ JQ カードセゾンゴールドか。これに関しては、基礎還元が 0.5 なんですよね。まあ、これ見たらわかるんですけれども、これ10万円投資して500円分のポイントが得られてるから、0.5% 還元っていうことになるんですけれども、まあ、0.5% 還元分のポイントは、まあ、正直捨てる羽目になっちゃいますと。だから、6000ポイントぐらいは捨てる羽目になっちゃうけれども、ただ一応ね、この 1% 還元分のポイントは、まあ、もらえると。まあ、ただ100万円までが対象だから、1万ポイントまでしかもらえないんだけど、そう、6000ポイント捨てて、1万ポイントをもらうっていうのも、手なのかなって、私は考えております。
ただその場合はなんか10万円を投資って、もうどうせポイントがもらえないんだから、あの10万円をね、あの投資する意味もまあ正味ねえかなとは思うんですよ。それだったらあの一応83,333円分を投資すれば一応ね100万円分になるんで、なんか今後はそれもありなのかなっていう風に考えております。だから一応ね、この使ったっていうあの集計だけはあのクレカ積み立ての即売りであのカウントはさせて、ポイントはもらえないけれども、まあ1年後にもらえるボーナスポイントを狙っていくっていうのもありなのかなっていうふうに思います。だから一応考えられるね、今後の対策としては、新ニーサ、クレカ積み立て卒業を特定口座で運用する、1ヶ月保有してから売る、で、あとは新ニーサで買えないような証券を特定口座で運用する、で、あとは最後さっき言った集計のカウントだけはさせるっていう、この6択になるのかなっていうふうに思いますが、まあちょっと皆さんはね、どれを選ぶのでしょうか。まあ私はとりあえずもう何度も言うようにちょっとこの技をやってみようかなっていうふうに思っております。というわけで、今回の動画以上でございます。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。高評価もしてくれると嬉しいです。あと、動画概要欄に Twitter、TikTok、Instagram の URL を貼っております。 Twitter では、今回取り上げましたダイワコネクトの、即売り解約とか、まあそういったね解約情報だったりとか、逆にね、いいキャンペーンやってるよっていう情報だったりとか、なかなか全部を動画にするっていうのは難しいので、そういったね、まあネタの宝庫みたいになってるんですけれども、そういったのはね、Twitter に基本的に開けております。 TikTok はもう最近全然更新しなくなっちゃいましたね。ショート動画は上げなくなっちゃったから、まあなんかまたいつかやろうかなと思います。インスタはね、もう完全に私の趣味役でございます。ちょっとね、本日ですね、タップルに2万課金したんですよ。ちょね、出会いもないしね、なんか周りも結婚とかさ、ちょこちょこ聞くようになったから危機感を覚えて、タップル入れたんですよ。で、今、ペイペイでさ、Google プレイで課金するとなんか 10% 還元つくからさ、2万円分課金したんですよ。3時間後に強制大会食らいました。マジ意味わかんなくないですか？マジで意味わかんない。なんか、規約違反なので、アカウント停止しましたってなんか出てさ、急に。もう当たり前の話だけどさ、なんかね、女性になんかいやらしいメッセージ送ったとか、そういうのやってないですよ。俺、一回もまだマッチしてないのに、強制大会食らっちゃって。一応今運営にはさ、なんのことやっつって今問い合わせはしてるんですけど。なんか自己紹介文がダメだったらしいけどさ、なんか、特段変なこと書いてないんだよなって思いながら、僕の2万円が、マジで、タップル運営に盗まれそうです。だからとりあえずしばらくはウィズ使おうかなと思います。タップルはマジで二度と使いません。てか何だったら使わないことをお勧めします。こうなるからね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。この錬金術チャンネルでは、誰にも教えてくれない人生を好転する行う情報というのを日々更新しております。もしも興味を持っていただいた方はチャンネル登録をした方が動画を見ていただけると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。